ヨハネス・ケプラーは、欧州補給機の2号機。ドイツの天文学者、ヨハネス・ケプラーにちなんで2009年2月19日に命名された。打ち上げはもともと2010年12月に予定されていたが、商業衛星打ち上げとの影響などで、翌年2月15日午後7時13分に延期がなされ、この延期による影響で、アメリカ航空宇宙局は、 スペースシャトルエンデバーの打ち上げを延期することとなった。アリアンロケットのトラブルにより、さらに1日延期が決まり、2011年2月16日午後6時50分に、ギアナ宇宙センターからアリアン 5ES によって打ち上げられた。打ち上げは、アリアンスペース社が担当した。2011年2月24日午前9時59分に、国際宇宙ステーションとドッキングし、燃料、 水、空気、ドライカーゴなど、計7トンを ISS に無事届けた。その後、リブーストを実行し ISS の軌道を 0.86km 上昇させ、次回のソユーズ宇宙船の運用に適した軌道に ISS を押し上げた。また6月にも3回の大きなリブーストを行い、ISS の行動を、 約3 4 0トルから約3 8 0トルへと上昇させた。ATV-2 は ISS の不要物資を積んで6月20日に ISS を離れ、6月21日に大気圏へ再突入して廃棄された。ありがとうございます。